成長、挫折、出会いと別れ、さまざまな意志とつながりを胸に、戦乱続く忍界を渦巻きナルトが駆けていく。第四次忍界大戦は佳境の時、最終決戦はここに幕を開けた。あの世との狭間だ、内派の者よ。その目、まさかじいちゃんも内派の？痛みを感じるということはまだ生きているということだ。じいちゃんが助けてくれたのか、ありがとう。礼を言うのはまだ早い。その分の恩はしっかり返してもらうつもりだ。それはいいんだけど、何すりゃいいんだ。俺は木の葉へ帰らなきゃなんねんだけど。今は戦争中だ。シャリンガンもやっと開眼したし、これで今度はもっと仲間を守れる。もっと仲間を守るか。なんだよ。お前のその体、もう忍びとしてはやっていけまい。現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。うるせえよ。俺はこんなとこに長居はしたくねえんだ。やめておけ。お前も俺もここより出ることはできん。この体ではな。てめえは一体何者だ。俺は内派の亡霊、内派マダラだ。マダラ？マダラならとっくに死んでなきゃおかしいだろ。いつの時代の話だよ。俺は時代遅れの産物か。確かに俺は後ろの魔像からチャクラを常に供給し続けなければあっという間に死んでしまう死に損ないだがな。その死に損ないがこんなガキ捕まえて何しよってんだ。この世の因果を断ち切る。勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作る。知るかよそんなの。俺はただみんなのところへ帰りたいだけだ。勝手に死ぬならそれでもいいが、代わりにそのシャリンガンはいただくぞ。なんで目を欲しがる。お前はもうシャリンガンを持ってんだろ。右目がまだ入ってなくてな。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものだ。俺がカカシと揃えばより強くなれるってことじゃねえか。リンゴ、今度こそ二人でちゃんと守れるってことじゃねえか。なおさらここにはいられねえ。待ってろよカカシ、リン、俺は生きてる。あとは任せる。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。リン。またリンって言ってる。どう？何やってんだてめえは。いやー、またリン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 ってつぶやいてたから、どんな夢見てんのか気になっちゃったって。てへえ。そういう時のオビトはだらしない顔してて面白いんだよね。よだれまで垂らす時あるし。
ぐるぐる、お前笑ってんじゃねえ。ごめんなさいっす、はあ、ここに来てずいぶん経つな。初めてお前らを見た時は度肝抜かれたけど、魔像から作られたんだっけか、そのデク人形は。僕らからすると君の方がデク人形だけどね。そうそう、人間のくせに体半分は僕らと同じ人造体なんだからさ。マダラが気になるの？因果を切るだのなんだのと、わけわかんねえ話だけして自分はずっとお眠か。あ、分かってなかったんだマダラの話。まあ簡単に言うとね、本当の世の中の嫌なことを捨てていいことだらけの夢の中に逃げちゃおうって話。夢だからなんだって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。なんだそりゃ、今度はバカバカしすぎて意味わかんねえよ。君の頭だとそうなるだろうね。うるせえ、お前なんかもっと頭悪そうじゃねえか。正解。ったく、バカにしてんのかバカなのかって、今はそんなことどうでもいいか。とにかく少しでも早くこの体になれねえと。よし、お前らそろそろあれやるぞ。ほーい、リハビリ修行っすね。準備はできてんだろうな。もちろん。 よし行くぞ。手加減抜きでやる、覚悟しろよお前ら。こっち来い。手加減してほしいんだけど。初めに言っただろ、手加減抜きだって。そんなこと言ってたって、もう忘れちゃったよ。おらおら、どうした。カカシのやつはもっと強かったぜ。そんなこと言われてもね、僕らカカシのことを詳しく知らないし。けど君は戦いの基礎はできてるよね。当然だろ、こっちとら湊先生に指導してもらって、カカシのペアーティーボロボロにされた身だぞ。あのさ、微妙にカッコ悪い話になる。やるようになったな。僕らの教育の賜物だよ。
僕らのこと今度から先生って呼んでもらってもいいっすよ。悪いが俺の先生は後にも先にも湊先生だけだ。ありがとなお前ら、また少し自信がついたぜ。いい感じだ、前よりもさらに馴染んでる。もう違和感はない、自分の体として完全に馴染んだ感じだ。もう少しで会えるぞ、リン、カカシ。大変だよ。ん？さっき外行ってたんだけど、君の言ってたリンってのがヤバいよ。何があった？カカシってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる。まだその体じゃ岩は壊せやしないよ。リンとカカシを助けに行かなきゃ。僕の体を切るといいよ。お前マダラの部下だろ、いいのか？リンとカカシを助けたいんでしょ。ありがとうグルグル。よし行くか。助けてくれたことには感謝するけど、俺は行く、行かなきゃならねえから。一直線に目的地に向かう。オッケー、道案内は任せておいてよ。何せ僕の仲間が世界中を見張ってるからね、たやすいもんだよ。状況は？かなりヤバい状況だよ。霧隠れの実験体がどうこう言ってるけど、僕はよくわかんない。とにかくリンもカカシも数十人に囲まれてるみたい。湊先生は何をしている？誰？黄色い線香は何してるって聞いてんだ。あの人は何か別の任務中みたいだね。近くにはいないよ。こんな時に。カカシ、お前は約束してくれた。頼む、リンを、リンをなんとか守ってくれ。俺もすぐ駆けつける。雨？違うよ、これはさっきの衝撃で生まれたしぶき。そこにリンとカカシがいるよ。どうすんの？決まってんだろ、このまま突っ込め。なんだ、変なイメージしてんじゃねえ。んなことあるわけねえだろ。リンは俺とカカシで守るんだ。ここは一体ここは何だ？増援か？バカが、たった一人で仕留めるぞ。認めるか、こんなものは。
の忍びが。何なんだこいつ。この戦いぶり、オビト、君がマダラに選ばれた理由が分かった。ヤツの進撃を止められません。大神殿の里を舐めるなよ。クレの初代火影だけではなかったのか。夢だから何だって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。リン、もう一度、もう一度君のいる世界を作ろう。俺がこの世の因果を断ち切る。そのために帰ってきた。誰にも見られてはいないだろう。見ていたのは僕だけ。オビと敵を全員倒しちゃったから大丈夫。ただカカシだけは見逃したみたい。まあ気絶してたから何も見てないけど。かつての仲間だけに未練があったか。違う、どうでもよかっただけだ。この世にあいつが生きていようが死んでいようがもうどうでもいい。これから作る世界にカカシはいる。リンも、俺に夢の世界の作り方を教えてくれ。マダラ、もう礼はいらん。こっちへ来い。今日からお前が救世主だ。夢の世界、その作り方は至極簡単だ。要は俺の作り出した現実世界に全ての人間を連れてくるだけ。ただし術の規模を月を使って拡大しなければならない。そうだな、まずお前に陸道仙人と十尾について知ってもらう。
そして俺の月の目計画もな。先の戦いで柱間細胞を手に入れた俺はそれを移植した。そして寿命で死にかけた時だ、リンネガンを開眼したのだ。それは同時にある封印を解くことにもなった。口寄せできたのだ。十尾の抜け殻ゲドーマ像を月からな。その後すぐに魔像の体を触媒にして柱間細胞を培養したのがこれだ。こいつに俺の意志を入れた。半分は俺だと思え。さあ動け。俺が復活するまでの間、お前が宇宙マダラだ。何のつもりなの？お前からキュービを引き出し木の葉を潰す。さあ出てこいキュービ。の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。さすがは先生だ。今は俺の方が早い。逃がしはしない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに、すでに希望などお前らにはない。
の力を持ち、そして黒の能力に忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさかあなたが宇宙の魔者だというか。さあどうだろうな、忍びの力は何をなそうとしているか、その意志の強さで変わる。わかるか、お前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ。ここで時間を食っていては里の被害が大きくなる。早めに奴を仕留めなくては。よし、この相手にそれができるとでも思うのか。なぜコラハを狙う。言うなら気まぐれであり、計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。一体何を。好きだってどっちだよ。よし、こらその強さがあっても守るべきものを守りきれないなら意味はない。どういう意味だ。さてどういう意味だろうな。そこか。お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ。分かる必要はない。どうした四代目、お前の力はこの程度ではないだろう。里が気になるか、それとも子供が気になるか、いずれにせよ戦いに集中できないお前はここで死ぬ。依頼神二の段だよ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑るもの、やりようはいくらでもある。九尾野放しのまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木ノ葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは地里の復興に目が向けられるはず。なるほど、その間に動くというわけか。月の目計画をなすには、いろいろと準備がいる。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ。湊先生、こんなとこ、こんな世界は。どうでもいいんだよ。
本当にオビトなのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは内派マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったんでな、鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのになんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさかてめえ。そいつは返す。あんたのものだ。死んでた奴が引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。見せてもらおうか。無限つくよりこそ人類全員を幸せにする唯一の方法。王様、これは宇宙惑星螺旋手裏剣。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはず。お前は英雄なんだ。お前の口車には乗らねえ。なるほど。今のお前は五ヶ月すら超える力を持っているようだ。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。それを相手にするにはまだ足りん。つまらんな。お前の犠牲が人類の幸せにつながる。このまま眠るゾンビ相手に手加減はしねえ。宇宙惑星螺旋手裏剣。俺は負けねえ。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのような奴と。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。おめえら、ナルト影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。
俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは、今のナルトを守ることだ。行くぞ、ガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっ！おう！人にとっての害になるのなら、俺たちはそれを排除するのだ。やってみる。ナルト、向こうの方は大丈夫なのか。まだだ、私。でもなんとかビーのおっちゃんと二人で止めてる。カムイ。さっさとオビトを倒して向こうの河川に行かなきゃな。消えろ。随分とシャリンガンを使いこなせるようになったな。しかし、カムイ。ナルトを守ることが未来につながる。それなら、ナイキ。それが10秒止めるチャンスになる。よし、このまま追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリジリに吹き飛ばす。あ、撃て。よっしゃ！終わったのか。ああ、終わったよ。この世界がな。うわ！なんだ？あれは、もしかして。ああ、あれが準備だ。